はい、どうも、白滝です。今回の動画は7月26日金曜日にイベントのガチャが更新されたので、前半更新情報、後半神イベントプロスピヒーローズの攻略について話していこうかなと思います。お知らせの方を見ていきましょう。昨日に予想したタイムスリップセレクション第4弾が更新されたんですけれども、なんと偶数弾仕様ではなく奇数弾仕様で登場してきました。こちらね、購入3回目 S ランクタイムスリップ第4弾の選手1人確定と、偶数弾仕様であれば60連目自チーム確定枠があるんですけれども、今回は奇数弾仕様で、ガチなこと、忖度なしなことを言うと、奇数弾仕様なのにこの選手たちはちょっとどうなんやろ、まあゲーム的なことを言うとね、ちょっと微妙ではないのかなと。何が足りないのか、アーチスト広角打法の選手がいないので、ちょっと物足りなさは個人的に感じています。奇数弾ではなく偶数弾か、60連自チーム確定枠で登場してもおかしくはないメンバーになっているんじゃないのかなと思います。皆さんのね、感想はコメントに書いていてください。もう一つガチャが更新されていまして、リアルタイム対戦ピックアップスカウト、購入1回目3回目5回目 S ランク確定で、6回目以降は S ランクが出たらピックアップ選手確定で、こちら見てください。本スカウトから獲得したすべての選手にプロスピヒーローズのポイントボーナスがついてくる。いや、これいいね。購入1回目 S ランク選手1人確定なので、50% アップします。この後 A ランク以上確定スカウトが登場してくるとは思うんですけれども、どっちを引くべきなのかは明日解説していこうかなと思います。イベントプロスピヒーローズ、あなた生きていたのか。ランダムボックス廃止の影響でその亡くなったかと思いきや、育成系イベントプロスピヒーローズが更新されてきました。ランキングイベントの中では一番育成効率がいいので、いや、これは嬉しいね。育成ね、することができるので、周回するという方は選手をね、育成していってください。いや、これはまあまあまあさやね。今のイベントの更新の中ではちょっとね、モチベーションが上がる更新にはなっているんじゃないのかなと思います。詳しい解説は明日やっていきたいんですけれども、ピックアップ選手では阪神佐藤選手、広島堂林選手、横浜はウェンデルケン選手で、巨人グリフィン選手、グリフィン選手は結構強いという情報があります。で、ヤクルトが清水選手か、で、中日が、ビシエドね、ライドラ降格で、オリックスは誰選ばれたんや、西川選手、ロッテが東選手、ソフトバンク、藤井選手、楽天、鈴木空選手もね、タイピンチと大きい変化球すら持ってるので、で、西武が水上選手、日ハムが清宮選手が今回選ばれました。ES 第4弾は阪神久保田選手で、広島高橋健選手、自分予想していたんですよ。昨日の動画とかね、予想動画見てください。いや、健選手来ましたね。で、横浜村田選手、巨人、こちらまで予想していました。北保選手、ヤクルトが石井選手、中日浅尾選手、オリックス吉井選手、ロッテが、ちょっと読み方がね、難しいんですけれども、諸積選手、で、ソフトバンク、こちらもね、予想していました。本田選手、いや、結構当たってるんですよ。楽天アップデート情報で田中将大選手が乗っていたので、田中選手かと思いきや、能力が高い枠として、なんと枠井選手が来ました。楽天枠いないのでね、個人的欲しい。で、西武、こちらもね、予想していたんですけれども、森友哉選手、いや、パワーの数値77で来なかったね、76。そして最後、日ハム、つい最近ね、支配下に登録されたんですけれども、すぐさま登場、鍵谷選手。今回タイムスリップセレクション第4弾プロスピーローズが更新されたので、攻略情報を話していこうかなと。球場に怪人出現、このままでは選手が危ない、最強のヒーローオーダーを組んで救出に向かおう。ヒーローオーダーで獲得した経験値は通常オーダーに入るんですよ。これの攻略としては、通常オーダー、ポジション不適正でも適当に選手をね、並べていれば、通常オーダーに経験値ね、入ることができるので、いや、これはね、本当にありがたい。通常オーダーとヒーローオーダー分かれているのは、これ本当にありがたいので、他の、イベントでもそういったね、仕様には個人的にしてほしいなと思います。強い怪人ほど入手経験値もアップ。
怪人の操るチームに勝利した数で報酬を獲得。試合の活躍に応じてもらえるヒーローポイントでランキング報酬を狙おう。このね、プロスピヒーローズから累計組とランキング組に分かれました。動画体を駆使して経験値を大量に獲得しよう。ヒーローポイント3倍、経験値2倍など、こういった効果があります。で、超合体終了後、メカがね、故障するので、まあ、それをね、修理して、再び超合体、それをね、繰り返して、イベントを進めていく、こういったね、感じになっています。まずは報酬の方から見ていきましょう。勝利数報酬、ランキング報酬2種類ありまして、これね、120回試合をすれば、S ランク、TS 第4弾契約書を獲得することができます。無課金初心者に関しては、ランキング、周回しないという方は、すべてね、自動でやっていってください。自動でね、120回やれば、S ランク、TS 第4弾契約書を獲得することができます。重要な報酬としては A ランク TS 契約書ランダムが1枚、選択が1枚ありまして、ランダムが2枚目で、選択が2枚目、ランダム2枚、選択2枚、そして最後に S ラン契約書を獲得することができます。最低凸にまですることができます。ランキング報酬の方も見ていきましょう。いつも通りかな。3万位で TS 選択契約書を獲得することができるので、無課金初心者で欲しい選手がいるという方はガチャを引かずランキング周回していってください。ガチャよりランキングをね、走った方が確実に選手をね、入手することができるので、欲しい選手がいる場合は3枚を狙って周回していってもらえればなと思います。ここからはイベントの進め方について話していきたいんですけれども、まず設定してほしいのが通常オーダー。こちらはね、育成したい S ランク、A ランク、B ランク入れていってください。高橋宏斗選手ちょっとマックスなので、ここね、レベル1の選手、レベルがね、中途半端な選手入れていこうかなと、育成ね、したい選手を通常オーダーに入れていってください。ヒーローオーダーについて、累計だけ回収したいという方は自動でね、進めてもらえればいいので、リーグオーダーをコピー&ペーストしていってください。で、ランキング周回するという方は、リア隊のオーダーコピー&ペーストしていってください。自走車がね、必要になってきます。ホームラン打てば、活躍ゲージを確かね、2個増やすことができる。時間短縮することもできるので、アーティスト広角打法の選手が多い、リア隊のね、オーダーコピー&ペーストしていってください。実際にやっていきたいんですけれども、出勤ではなく出動か。出勤はやばい。で、こちらね、超合体があるんですけれども、これがね、かなり重要でして、超合体に関しては、ボスが巨大化したタイミングで使っていってください。超合体は3ターン継続するんですけれども、相手がね、巨大化した時に使えば、巨大化、普通、巨大化、2回、超合体のね、効果使うことができるので、必ず超合体に関して、ランキングをね、周回するという方は、相手がね、巨大化したタイミングで使っていってください。累計回収組に関してはもうすべてね、自動でやっていればいいので、あんまり超合体は関係ないんですけれども、巨大化したタイミングで使えば、確か経験値もね、変更されていたはずなので、累計組に関しては、まあ一応ね、こちらも相手がね、巨大化したタイミングで使っていってもらえればなと思います。試合が終了しました。経験値が 1.2 倍、72、あんま入らんね、通常の、得点もね、来ていないので、あんまり経験値入らないんですけれども、いつものね、イベントよりかは、進めば進むほど、経験値は獲得することができます。累計だけ最速で回収したいという方は自動でやってもらってもいいんですけれども、自走車すれば、経験値、こちらね、500で獲得することができるので、経験値を獲得したいという方は、自走車でやっていってください。ランキング周回する方の注意点としては、報酬で TS 契約書を獲得した時点で即開封していってください。TS 契約書開封すればボーナスがつくので、ランキング勢はこちら注意していってもらえればなと思います。攻略に関しては以上になりまして、あとはね、これを繰り返すイベントになっています。一つね、もう注意点としては、相手が巨大化したタイミングで必ず無課金、初心者、まあ、累計組もね、超合体して、経験値、大量に獲得していってもらえればなと思います。いろいろね、説明したんですけれども、何かね、わからないことがあれば、コメントで返信しているので書いていってください。あとはね、今日の感想、狙いの選手なども書いていってもらえればなと思います。
まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。今後もね、プロスペースの動画投稿するので、チャンネル登録と、ぜひともね、通知と、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。